金城学院の中学生から大学生までを中心に、およそ230人がイエス・キリストの生涯を描いた宗教曲「メサイア」を演奏しました。これはクリスマスを控えるこの時期に毎年開かれているもので、今日は夏から続けてきた練習の成果を披露し、会場には神秘的なハーモニーが広がりました。